皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。青にオンライン5周年やっていきたいと思います。さあ今回このカルシファーだっけ、ルシファーだっけな、さあ多子吸収するために頑張りましょうということで、爆弾をうまく使用して攻略しろ。そうだった、拡散弾系だったか。いきつー、このキャベツだとちょっときついな。ちょっと待ってね、キャベツ、あっぶな。さあここはまだ拡散弾の勢いが弱いからいけるか。ただしルートがあるんだけど、そのルートを忘れてしまったな私。さあワタパチもあることながらどんな感じだったかな。さあ結構いやらしかったような気がしなくもないんだけど、いやワタパチが来るまで。で、こっちは、こうで塞がれている。いいよ。ゆっくり行こう。大丈夫。一個一個ずつ確実に。さあ、ポワポワっと今、放たれてるけど、ここら辺だ。で、右。やば。よし。すごいよ。止まった瞬間に雷が、いきなり激しくなってきたよ。すごいよ。すごいよ。止まったらすごいよ。助けてよ。こっちは何もない。はい、いいよ。ここの橋の上では要注意。よし、右側は何もなし。うわ危ない、それは危ない、マジで危ない。接近されるのは本当に危ない。でここは意味がなかったよね確かね。上がってきたばっかだから、あー関係ねえや。いやー一周してくるよね、危な。よしよしよし、はい、 OK、 大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け落ち着け、いいよ大丈夫、できる、俺できる子だから、みんな見ててよ、俺できる子だから。よしで出口解放するんだけど、 OK OK、 悔しい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 、だが、それでいい。いや、良くないんだけどね。全然良くないよ。いやー、マジかよ。なんか、せっかく全部取って、あと逃げ出すだけだったのに。やっぱ若干ね、この、なんつうの？今、鍵を全部取れた&、かわせたんですよ。奴をかわせたっていう安心感が、その一瞬の気の緩み、そこをすかさず見逃さなかった。って感じですね、本当に。いや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 、ぶん、な、一体今のは何の攻撃だったんだい、サザエ。僕には何も見えなかったんだけど、一体、どうしよう。ピグレットも走った。今何だったんだ、今の。雷か？ああ。意外とだから、変に動くと危険っていうのが分かったね。まっすぐ行って OK、 ここは大丈夫。あ危ない、はい大丈夫。あのワタパチかな、消えた瞬間のあのワタパチかな、やられたの。あなんで、すごいじゃん、今あのトゲに吸い込まれていったじゃん。何今の操作ミス。たまにああいうのあるんだよね。たまになんかあの綺麗になんかあの2マス移動してトゲにあのいざなわれるんだよね。やれやれ。さあそしてここ爆破シーのペーンということで、こっち行ってまっすぐ OK。やばい、一瞬止まったのが良くなかったかもしれない。大丈夫。オッケーオッケー。いいよ、いいよ、いいよ。で、そう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 。で、一回拡散弾があったら止まるっていうのをやって。うわ、あっぶな。よし。よし、ここは結構安全地帯というか、かわしやすいってことだから。さあ、ワタパチ
ワタパチで、上、右、右はない、いいよ。意外とね、生き残れるんだよね。意外と生き残れる。まあ、それを言ったらダメだよ、やっちゃんって感じなんだけども、意外といける。くっそーいやー、きついなー、本当に厳しい、厳しいよ。世の中そんなに甘いもんじゃないってすごい言われてる感じで、厳しいね。やっぱね、とどまってくと俺の周りに拡散弾が飛んできちゃうので、そこだけはちょっと阻止したいんですけど、あ、これまずいかな、いける、さっきね一発確認したい。 OK、さあ、そして上まっすぐ、ここは確か通らないので、早く早く来てほしいな。はい、で一周回ってきちゃうので、星鬼がここで待機する。 OK、 うわやばいだろうこれ、明らかに俺にクリアさせる気ないだろうっていう感じの雷の人、すぐ行っちゃおう。で、多分追いつかれるけど、うわぁ、そこでワタパチか、厳しいな。うわぁ、厳しいな、そのワタパチは。あえて。あえて、うわぁ、やっぶねぇ、神回避だ、マジで神回避だったよ、その何、突破力、素敵だよ、やっちゃん。ルシファーシャレー、いや怖かった、今の絶対あれは正面衝突しようと思った。オッケー、こんな感じで5周年終わったよ。アニバーサリー宣言やろっか。じゃあさあ、今回はノーマルにじゃんけんぽいアイコだよ。やっぱり僕が出てこないと勝てないみたいだね。さあ、ここからじゃんけんぽん、バイバイ。